1枚出して。
追放されたってことは分かんないと、あと、まあ、王にやった時に分かんなくなるから。はい、じゃあ、エンドで。迷惑。
ナップ2に行きたいと思います。
そう、テントでも待って入ってる。テントでも一緒に。ここにいる。いいよ、この時は自由だ。ちゃんと失敗しないっていうのは、大好きって、よし。それよりもやっぱり一旦そこに行って、上に行ってくれ、全然直さないと学べちゃって、緊張しちゃったって変わってるこれは一番ね、やろうやろうって楽しい人は一つ、学ばないと緊張さ一つよ、この体験相手は通らないと勝ち前ちょっと待って。
じで変わるっていう。何も遊べずに言うと一周から別に何も遊べずに11の2点ずつから、まあ、この3はセトランクはしてないね。いやいや、これ焼いたらこっち来てんじゃねえですか。こんなすごいな。よくこんなのミッドレンジクラスやっちゃったから、まあ、入りますね。いいなぁ。何でなんだよ。引きで、小柄まで伸びなくて仕事なくなるの。飛ばしてくれよ、行った。アポクションって感じがするんで、僕の中で。よっ、いいね。が、ここに、永遠の4万円に飛ばしてくれよ。難しいなぁ。4万円が、ちゃんと持ち上げる。このドローがこっちだったら、しょうがない。どうしようもないんだよ。もうちょい、うん、はい、メインフリー3万円にしよったるから、いつでも2回分くんだけど、はい、ここはもう客席に相手に押されて、飛ばされるしかない。なかなか今の時点で、フリースローターも。クルミネーターミストじゃない、そうそう、レンジの方がクルミネーターミストだから強いですね。こいつかマスが立場やるんで、まあ、マスが新婚の場合は感じたとしゃべりにしたら、うん、けどなけどなよし、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 
これパクって名乗りがいないの。でもただ今日はね、リザーブしてパクって名乗って負けなんだよね。まだ下へ。ありがとうございました。